凡字。凡字はインドで使用されるブラーフミー系文字の簡訳名である。ブラーフミーはブラフマー、梵天の創造した文字を意味する。また、単に、ン語、サンスクリットを表記するための文字とも解される。日本では、歴史的、伝統的に、失端文字を指すことが多く、本校でも、主にそちらを説明していく。シン字と、ボイン字があり。 死ン時に母音がつく場合、死ン時に点角を書き足す、形になる。死ン時のみだと、死因、A の音を表す、つまりアブギダのシステムに従う。競技の凡字、つまり、失端文字の場合は一見規則性のない文字に見えるが、これも基本は同じである。凡字は広く、ブラーフミー系文字に属する文字体系を指すが、俗に、失端文字を指すこともある。は、 サンスクリットの漢字音写である。しくもり、ことごとく段、ことごとくまゆみ、七つ七ん、な,な,たんなどの表記も行われる。この語は、成就するという意味の動詞語間指導の過去分詞、指導が名詞化したもので、完成したもの、成就したものを意味する。法律時に残る培養サンスクリット写本の一様には、の表題で字母の一覧が記されており、の語がこの文字体系の字母表や、 この文字体系そのものを指していたことが知られる。インドでは、シッタマートリカー、完成された文字の故障が用いられた。言語のすべての音韻を表せる完備した文字体系であることを意味したのであろう。シッタンが、吉祥を成就するの意であるとか、満徳の物価を成就するの意であるとか説かれることがある。これは空海が、シッタンショー 口述の冒頭に記される自母習得祈願の句、疾端見るを常受基地上昇の意であると解説したものが、後世に腐炎されたものである。日本での密教的解釈であって、原理ではない。なおとは、ボンゴ的には正しくはであり、成功がありますように、という意味である。当項目では、主に日本に伝播して定着した疾端文字について解説する。 インドでは、紀元前後に、セム系文字に由来する、ブラーフミー文字とカローシティ文字の2系統がある。このうちの前者が、グプタ文字から発達して6世紀頃に、シッタマートリカー文字となった。さらに7世紀頃ナーガリー文字に発達、10世紀には、デーバナーガリーとなった。今日の日本で、シッタ文字、ボンジと呼ばれるものは、 シッタマートリカー文字の一編集が仏教と共に中国を経由して伝来し保存されたものである。数多くの文字で書かれた文献が伝わっている。この頃のインドにまだ紙はなく、ほとんど培養に書かれている。シッタマートリカー文字は現在のインドでは使われておらず、現在、サンスクリットの筆記や印刷に主に用いられるのはデーバナーガリーであり、他にはインド南部で、 グランタ文字が使われている。は、シーン字を表す。シーンの結合文字は、例えばデーバナーガリーなら、字母を横向きに結合させるが、このシッタン文字は、チベット文字などと同じく、縦に文字が組まれる。字母全体を縮小したような反対、あるいは、上半分か、下半分を切り取ったような反対を用い、元字の上や下に、それを結合して、音を表現する。 後ろの字母の横の棒を取り外して、前の字母の下につくのが一般的な原則である。例えば、しかし、一部の字母の接続は常実した原則と異なる。また、同じ字母を二つ重ねると、元の形と少し異なる場合もある。日本で凡字という場合は、仏教寺院で伝統的に使用されてきた疾端文字を指すことが多い。 これは常実のシッタマートリカーをもととし、6世紀頃に中央アジアで成立し、天平年間729年から749年に日本に伝来したとみられる。日本には仏教伝来と共に寛役された経典と共に伝来したが難解なために文字自体を仏法の神聖な文字として崇めた。天平期には剣道師や岩人らの闘争が 執探本語に堪能で徐々に広まっていく。大安寺で東争仏鉄と天竺相母大仙那が執探本語の講義を行うと日本人像にも執探本語の読み書きが浸透していく。平安時代に入ると最長空海らが執探本語の経典を大量に唐から持ち帰る。彼らにより神言として本寺は一般の人々の間にも広まった。 凡字、失端文字は一字一字が書物書尊を表しており、一つの凡字が複数のフッツを表すことがほとんどである。これを、主字、または、主字という。一つのフッツでも混合会、体造会で違う文字を使う場合もある。例、第二次如来、ら体造会、混合会。すべての凡字の中で基本となるのが、左の、アジである。 思想から盆字を教わるときも、通常この字から始めるが、この字は空を表すため、すべての盆字はこの文字から出生すると説かれる。執短章は、盆字の音韻組織と造字法を習得させるための図表である。十数章からなり、単純な字母の字形から、初めて章を追うごとに複雑な造字を解説している。日本で一般に、疾端章として知られるものは、 ともひろ、しったんあざき、しったんあざきとも、二半を取った十八章のものだが、日本に伝来したものや日本で作成されたものには、十二章から十八章まで様々な構成が見られる。また、インドを訪れた層の間でも、現状は十二章とし、議場は十八章とする。時代や地域によって、構成の異なる、しったん章が流布していたと考えられ、 なお、単なる字母、字母、の一覧表をも失端章と呼ぶ場合があるが、通常は増字や音韻組織の解説を含むものを指す。失端文字の字母、字母、は母音記号である、また、また、サンスクリットと死音記号である、大文、大文、サンスクリットからなる、表一にまたの表二に大文の一覧をそれぞれ示す。またのうち、 最初の十二文字を通まだあるいは通のまたと称し、残り四文字を別まだあるいは別のまたと称する。通りまたの最後の二文字、案及び悪は、それぞれ、あえに、アヌスバーラ記号、空点及び、ビサルが記号、ネハンテンを付加したものだが、失端文字では、独立したまたとして扱われる、この文字を別マサワに含める説もある。別またの四文字は、 流音性母音を表すものと考えられるが、現実の文献で用いられることは稀である。大文のうち、乱と記者は切り継ぎ、口述によって構成される文字であり、単独の死音を表すものではない。しかし、多くの字母表に含まれる。またと大文を合わせた字母のそれぞれに、字義、口述を与え、まとめたものを字文と呼ぶ。別またを含めるかどうか、また。 乱と記者のそれぞれを数えるかどうかなどによって、いくつかのアザモンが伝承されてきた。日本で、最も一般的に行われるのは、表1、表2に挙げた、ジボすべてを含む50文、ラ乱はジボに含まれるが数えない。乱と記者を含めないと49字文となるである。また、別たをジボに含めない伝承もあり、この場合は乱を含めるか否かによって46字文。 内視は四十七字門となる。以上とは全く別な四十二字門。最初の五字をとって、アラパチャなとも言う、という配列も、大般若行などに見られる。下言教義崩壊品四十二字門、空訳に従うと、以下の順である。がなく、大般若行ではとの間にがあり、四十三文字になっている。またのように通常のサンスクリットに存在しない音があるため、 本来はサンスクリットではなく別の言語のための列であったと考えられる。リチャード・サロモンは42字文がカローシティ文字で書かれたがアンダーラ語の文字配列に由来すると考えている。文殊菩薩の新言は42字文の最初の語字に基づく。文字体系の類型としてはアブギダに属する。大文を単独で書くとそれぞれの詩音に母音が伴った音節を表す。 他の母音が伴った音説は、またを簡略化した記号を、また反対を付加することで記する。またの反対は、関連上存在するとされる命点、妙点の反対とされる。発信点、発信点ともを含めて12種あることから、12点と総称される。いくつかの反対には、名前がついている。の反対を、修行点の反対を空点、空点。 アヌスバーラ記号に相当する。母大点、母大点とも、の反対を、ネハンテネハンテミビサルが記号に相当すると呼ぶ。また、空点のもとに、行月点、行月点、相言点、相言点ともと呼ばれる古上の点を加えることがあるが、これは、装飾的なもので、地音は変化しないとされる。なお、一部の大分は、 また反対と結合すると字型が変化して特別な合字を作ることがある。これは学習によって一つ一つ覚えるしかない。さらに、シ音連続を含む音節は体分を上下に重ねた合字によって表記する。この場合も一部の体分は簡略化した形、体分反対となる。2号、二次の合字では上の字の下部及び下の字の上部が略され、三号、 三字の五字以上では中ほどの字の上部及び下部が略される。ただし上部しか略さないものや略さず書くものもある。最後に表三に挙げた脱立ち、たたつ、王たち、通るが、たっくともは大分のもとに付加して母音の脱落を表す。これはビラーマ記号に相当する。以上のように字母を組み合わせて文字を構成する。 造事法を切り継ぎと呼ぶ。出端章は論理的にあり得るほとんどの切り継ぎを列挙し、造事法を学ばせるための協定書である。ただし、切り継ぎの結果作られる文字の中には、実際の文献には現れることのないものもいくらかある。ユニコード7.0にて以下の位置に収録された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。